めっちゃゃおお便便りりり来てるんんでであ,あ,ありがたいことに本当でじ読うえー、っとねツイッターネーム二割引さんからのお便りゲストにスリーさんが来てくださるということでお二人が初めて出会った時の話は仲良くなるまでの話が聞きたいですとか、えー、YouTube ネームアリスさん首藤<え>さんとスリーさんに質問ですお互いの第一印象はどうでしたか知り合ったきっかけもよかったら教えてくださいってことでいや俺らの出会いだよねはい、はい、とりあえず最初の。 あれ出会いはえっとあれ2019年そうそうそう,そう19年の4月の4月のボマスやんなそうあの幕張であったボマスニコニコ超会議でやってたそうやなそれの確か横やってんな、うん、売り場がそうそうそう,そう俺の右にスリーがいたそうやそうやそうや余談だけど <laughs>、うん、左はあの煮る果実でしたあったそう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  当時さ2人もすごかったやんいやでも3も俺も認知してたし普通にあそうやなあん時から知ってたのった知ってたんやったっけだしそれで当日、うん、あの席隣って知ってたから会ってみたらそのよろしくお願いしますみたいな感じだったから俺からの第一印象はめちゃめちゃこうちゃんとした人だなっていうあイメージがあったね<ー><う>俺第一印象はうんどうだったあれ いや、なんかすげえ濃い人だなと思った。<laughs> <laughs> どういう、どういうこと第一印象というか、その、ま、一発目で話したときは、まあ、それはお互い、あ,あ、よろしくお願いしますってぐらいやん、うん。うん、で、その、ボンマスの、ま、イベントが始まって、はい。結構な行列できてたわけじゃないですかあ、あありがたかったね。いや、スリーも来てたじゃんみたい、ね、めちゃめちゃ。で、その時の対応、うん。うん 対応がすげえ覚えてるんやけど、一、うんうん、人、一人一人,人に対しても全力でもうフルテンションで対応してて、うん。うん、<laughs> 覚えてるからなんか、俺が主導だとか言っててっっ。やば <laughs> いや、そらそらそ,そうやろうと思ってたけど、横で <laughs>。<laughs> ああいや、言ってたかもな。<laughs> 俺が主導だって。いや、あんな、そう、あんな来ると思わなかったから、めっちゃテンション上がってた気がする、うん。だ,す<う>だからす、すげえなんか濃い人やなと思って,て、うん。 でその後確か飲みに行ってんな行った行った行ったなんか近くに行ったやつらでそうそこでめちゃくちゃもう初対面やのにめちゃくちゃ酔っ払って主導があれやらかしたなあれ完全に積み木とかも行ったんだよなそうそうそう積み木もおってもう初対面やのにクソ酔っ払ってもうなんか暴れるわ暴れるわでまあまあギリセーフじゃないかダメかみたいなあれはでもあれで うん、あれで、その、あ仲良くなれそうと思ったのは、あそうなんだ、うん。そこやったな、なんか、飲みの席でもさ、うん、お互い気ぃ使って、あどうも、みたいなで終わることもあるやん、そら。あ、めっちゃある、めっちゃある。うん。それやと、あんま仲良くなられんやん、その後がさ、うん。まあね、その、印象はいいけど、そこで終わるし、うん。まあ、印象はいいけど、うん。そうか。 飲みにも行ける友達みたいな。はいはいはい。でもなれそうやな、この人とは思ったな。あ、そうだったんだ。まあ実際なったしね、それから。そうやそうやな、そうやな。イベントじゃない時とかも会うようになってみたいな。なん。か俺も結構酔っ払ったら、はしゃいでいや、スリーも相当よ。タイプやねんけど。 あやんねえけどけどけどあの時は首藤、うんうん、がめちゃくちゃ酔っ払ってたから一緒に飲んでる人がすげえ酔っ払ってたら、うん、こっちは冷静になっちゃうねわかる超わかるそれ俺もそうよ、うん、<laughs> ああるそれちゅうのある、うん、分かる分かる分るめっちゃ酔っ払ってないいやいやそんなことはさすがに人が酔ってたらってのあるよ <laughs> あっホンマそうそうそう なるほどね最近はな普通に飲みに行っておばそうそう私にするからなあやせんちとか集まってそこでめっちゃ飲んでるよなあとあれだよなプラス2020年去年の頭のさコロナとか流行る前に出たさライブイベントあったじゃん3とか出てた3とか積み木とかボカストだっけそそそうううあれに俺とあやせが普通に2人で別に仲良くなったからその2人でお客さんとして来て そこでみんな会ってすげえそこの辺仲良くなったよねそううのあん時みんなで初めて飲んでそ,うう、うん、そこで旅行するだけのグループで作急激にっていうのになって<激> <laughs> ドリーマーズ誕生秘話ですわ <laughs> そうそう,そうみたいなドリーマーズやとか言ってっほんでそっからやんな、うん、あの4人で飲むようになったのそう冗談みたいなグループが <laughs> <laughs> できてしまったええー、そうなんだ、まあ えかそれで言うとさそこで要は最初ボカロのイベントであったけどさ何て言うん、の、うん、そもそもなんでボーカロイドとか音楽とか始めたのあ,あ音楽,音楽を始めたまず音楽始めた音楽を始めたきっかけが何、うん、だろうなその学生の頃に見た軽音、うん、とアニメその音楽のアニメを見て。 自分もちょっと音楽やってみようかなっていう軽い気持ちで始めた俺ら世代軽音やっぱ直撃世代でさそうやってそれで始めたはいいけど高校でバンドをちょっとやってすぐ終わるって人が多かったのにさそっからマジで飯食うまで続けてるってすごいなって俺すげえ思うんだけど一応大学は行ったんよ俺大学行って <で>うん、その前までにはその夢っていうものが別になくて、うん、あんまりこんなことしたいとかさ、うん、だからとりあえずその大学に行くみたいなその何も考えてなかった学生やったんやけど、うん、なんか突然さその将来どうしますかみたいなことを突き、うんまあ、年齢的に考えるよねそう、うん、年齢的にさそういうことを考えなあかんやん,うん、うん、将来何がしたいとかさ、うん、そういう具体的な案を出さんようになって。 時に普通に社会に出るのは嫌やなっていう気持ちがあって普通に社会に出て普通に暮らしてたまるかと、うん、そうっていう気持ちがあってあっへえでそれに対してその反抗できるその武器が当時その音楽やったっていうかっこいいなうんでも うん、絶対俺は音楽でやっていくって最初からだから思ってたわけじゃなくて当時から曲は作ってたのそれはまあ一応そのバンドとか曲とか作ってたけど、うん、そこにめっちゃ自信があったみたいなことでは <laughs> っていうことではなくて最初は実は、うん、じゃあこれから社会に出ていかないとあかんっていう自分の現実と向き合いたくなかったから、うんうん、音楽に武器にしてじゃあ俺はこれで戦っていくって それでさでもそこまではあっても、うん、その中でなんでこういろいろある音楽の中でボーカロイドを選んだの、まあ、別にボーカロー以外もいろいろ活動してるけどさそのボーカロに出会ったきっかけみたいな、うんうん、そのボーカロは普通に聞いてて普通にこの活動する前から言ったら学生の時から普通にボーカロイドは知ってて聞いてたなんけど何、うんうん、かのタイミングでそのボーカロのソフトを買って。 自分でもちょっっっっと触てててみような曲作りの練習とかしてた時に自分で歌える環境もなかったからなるほどねボカロに歌わせるみたいなことをしてて一人で、うん、そんなんやっていくうちにちょっと自分でもちょっと出したいなっていう気持ちが出てきてで、うん、投稿してみようってなったでそれが何年くらいの時それが3年前とかそうやなそれが3年前やなとかかまあそれまで ちょこちょこそのボカロ曲はまあ作ってたな作ってたわけよ、うん。あ発表してないけどみたいな。とかま全然あって自分の表現していく、うん、ボカロピートしてやっていこうと思ったのが3年前の3月3日で初公開、うん。なるほどね。うん、面白いな。え結構やっぱその音楽系の質もいろいろ来てて。 あうん、ツイッターネームティサさんお二人の人生の中でこの人がいなければ今の自分はないというヒーローのような存在いますかってことだから影響を受けたアーティストとかなんかあるあ<ー>やっぱ軽音っていうのは始まりとしてあったんだろうけどそれは何度も言ったな音的に面白い音っていうところとかそのコードの複雑さとかっていうのを学んだのは作曲家の田中秀和さんって方なんだけどその人の曲を聞いて、うん、あこんな面白い。うん 音つく<の>使ってるんやとかコード進行ってこんなその複雑やけどメロディーがこんなポップでこれで成立するんやみたいなのはめちゃくちゃ勉強になったなはいはい、はい、結構アニソンとかいろいろやってる方そう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 チマインドハピネスとかもアンハピそガそニそオープニングとかうそなそう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 そ、ん、灼,灼熱スイッチな,なんだっけあれ,あれもだっけそうそうそれそう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 そ っていいいううう人も多分多分やろうな俺もちゃんと学んだんあれにそうそうそうどうなってんねやみたいななんじゃこりゃーっていう花山田っていうアニメがあって「あるある花は踊りやいろはにほっていう歌があるんやけどそれがーキーがさイントロとサビでキーが違うねんけど、うん、メロディーが同じなんよ。はいはいはい、同じ これ説明しづらいけどね。そう,そ,うそうなんだよね。う説明したいやろな。そう。だ全然違うラーメンなんだけど、麺実は一緒です、ね。<laughs> なるほど。なるほど。変な例えになっちゃったけど。<laughs> えでもあれはすごい。あれはめちゃくちゃ勉強になったなあ。なるほどね。あ、それで言うと、なんかさっきの、あのー、大学の話もチラッと出たけど、それ系の質問で、ああうん、えっとツイ、ツイッターネームルールさん、シュドさんスリーさんこんばんは、質問なのですが、バレンタインの日、えー、2月14日、うん が着々と近づいておりますが、まあ、収録日ではもう迎えましたけど、うん、お二人の、えー、バレンタインや、えー、青春のエピソードなどがあれば伺いたいですってことでなんつうのああまあ小学生とか中学生の頃は常に遊んでて、うん、え何して遊んでたのそれが今思い返しても何をしてたかって言われると。うんうんうん 本何にもしてないと思う <laughs> <laughs> 何にもしてないどういうこと, <laughs> と記憶がないとりあえずその中学との頃とかさ、うん、学校終わったらとりあえずみんなで集まって、うん、で何を話すわけでもなくダラダラとこう喋るみたいなだけの時間、うん、あるな結構もう今のもとなんか無駄,無駄やったんかなとは思うけどいや貴重な時間でしょ相当そ,そ,そうやな うん、だから部活とかも入ってなくて中高,とか中高そうずっと部活っていうものに入って、えー帰,うん、帰宅部で入ったことがなくてだからその、うん、なんていうか一つの目標に対してみんなで頑張っていこうみたいなこともやったことなくてえそうなんだ当、うん、もうだ,だらだらゲームをするか<外>適当に集まってはん喋るか。 運動系とかその最初は中学校入った時にサッカーに入りたかったんやけど体が普通に弱くてその時ああそうなんだ、うん、あんま運動したらあかんって言われてて、うんうん、えそれこそ慶音見てたらさ慶音サークル入りたみたいにならなかったのあそれは思ってんけど高校生の時になくて慶音部がええあななーっ何もなもったでもうずっと帰宅部やったなうん、うん その時は曲作ってない高校の時はな、高2か高3の時に、数曲だけ、あの、地元の友達と、うん、まあ、遊び、遊びバンドみたいなのをやってて、えー、普通に地元の部活,部活じゃなくて、もう、ゴリゴリ普通の友達と、ちょっと趣味程度にやろうやっていうので、で、その時に一応ギターをやってたから、うん、まあ、作曲、うん、じゃあやるわっていう感じでやってたの、それが初めてかな。それでやろうっつってすぐできたんだ。<laughs> いや、できてたのかなわからん。今聞いたら、曲としてもう成立してないぐらい、やばい、うんうん。それは音源として撮ったりはしてない <laughs> 一応してんねんけどいい。あ、してんだいや、もう絶対聞かしたくない。絶対聴かしたくない。絶対聞かしたからもうやばい、うん。歌詞も書いたの歌,詞も歌詞も書いたけど。 マジか。あの,ああの青色の空とか言ってる <laughs>、うん。めっちゃ青春パンクっぽいじゃん。<laughs> 青色あの黄色っていう曲書いてたわ。うん、確か <laughs>。黄色色好き色好きだ、ね。青 <laughs> 青色の空から歌い出し <laughs>、うん。うん、もうや絶対聴かしたくらいもう。今と全然違うね<あ>じゃあ。 ンそのバンドどれくらいやってたのその結構先行ライオンと応募しようみたいなさそういう感じじゃなかったそれは1年ぐらいから、うん、2>, 2年ぐらいかな12年はでもちょっとやったんかなあでもそうなのちょっとやれたらやりたいなみたいなノリはあってでも高3かな、うん、まあそれぐらいの大学10軒とかのタイミングかな、うん、で各々がもうそんなやってる暇はなくなって自然にちょっと解散みたいな解散っていうんかなはいはい、はい、まあ高校生バンドのよくあるそうそうそう 散らりかでそこで解散して、うん、まあ大学入ってからは別のバンド組んで、うん、それもまた大学内とかじゃなくて、うん、それは普通にその<あ>当時そういうバンド募集サイトみたいなのがあってはい、はい、まあ今もあるかもしれないけど、えー、あ,あ,あったなあったなあったな、うん、そこでメンバー募集しますみたいな、うん、でそこで組んだなへえ学,学校内で一応軽音サイクルがあって。うん

そういうことも経験したことなくてああなるほどねそういう縦の関係みたいなのにじゃあ慣れてなくてないみたいなその割に俺初対面の印象めっちゃちゃんとしてなて思ったのにまあまあ不思議だそれは何なんかなそれは一応バイトはしてたからうんあそうな何のバイトしてた大学大学の時はあの居酒屋してた飯作ったり運んだりえー作る側作る側へえ作る側で入ってた忙しくない 居酒屋バイトめっちゃ。あ、でもな、その、忙しい方がいいねんな、うん、そのバイトって。あ、そういう派なんだ、うん。なんかあの、暇な時ってさ、うん、時間経つのめちゃくちゃ遅いし、一人で考えるとかしかないやん。とか、忙しい。うん。うん って忙しいからそうか気づいそう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 ,そう,そうなるほどね、うん、初めて聞いたかもしれない言ったことないもんなバイトの話は意外と聞かないよねありがとう次のお便り読んでみるね「Twitter、うん、ーネームみなさんからのお便りえ前回首藤さんのスリーさんの好きな曲を教えていただいたのですが、えー、スリーさんの好きな首藤、えー、さんの曲が気になります」とか、えーっと「YouTube ネームソウさんの首藤、えー、さんとスリーさんのお互いのここがすげえって思うとこを教えてほしいです」 俺前回のラジオでなんかスリーの曲で好きなの何っていうのがあったからタピオカをあげたの <laughs> そのアルバムに入ってる曲でそうそうそれまあ確かスリー本人にもまあ言ってたと思うんだけどなんか俺からスリーに感じるまあさっき冒頭でも触れたかもしれないけどやっぱめっちゃ器用じゃんああそうなんかな結構あるあるなのがさ聴いただけであこの人バンド音楽が好きで他は無理やり幅広げようとしてやってんだなっていうのが なんか分かっちゃう人ってやっぱいてさ、変な話。でも3ってそれ最初聞いた時全部クオリティが高いから、なんかどれがメインなんだろうっていうのが分かんないくらいクオリティ高かった。そうか。フューチャーベースの人なのかって思っちゃうくらいちゃんとしてて、いろんなのやってんなての。それありがたい、ありがたい。で、あとやっぱこれみんな言うことだけどさ、うん、俺の周りも、やっぱ3な音がいい、音が。<laughs> <laughs> 音がいいんすよ。それはな。すごいね、ちゃんとしてる、なんか。 その俺から聞くとあれだけど逆にその俺の印象というか主力とか,なんかの曲で最近ハマってたんがこの前そのリミックス企画みたいなんで俺がリミックス主導の曲のリミックスもしたんやけどジャック・ポット・サット・ガールとかはめっちゃ好きやな俺個人的に。そうな,んな何がそんなにななんかなサビが好きやった <laughs> サビが結構な歌ってたんで一人で、うんま、<laughs> 一人でそうなんだなんかあのシュドの好きなところでいうと、うん、やっぱその歌詞のはめ方がうま、ん、い,いなと思うの、うん、あ嬉あうしいなやっぱそこは考えてるんやろうなって思う,そうそのすげえはめ方してんなとかもあるし、うん、あのジャック・ポット・サットガールとかでもさ うん、あれとかでサビかイタンゆえの最先端とかさ、うん、あるね2番のサビのあそおおってなったし、うん、あ嬉しいな個人的に好きなそのジャックポットサットがあるとあとコールボーイかな、うん、コールあーそうなんだなんか地味になあのコールボーイのさ感想とかサビかなでなってるさ、うん、なんか32連かなんかのさパーカッションみたいな音あるやんササ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 サ あれはなんかクラップを、確か波形を切りまくってるやつかあ、クラップか。あの32年のスネーでやったと思ってた。嬉しいな。そこ聞いてくれてたんだ。うん、ありがてえ。なるほどね。か<な>そんな、もうお互い褒め合いすぎると気持ち悪いから。次に行こうかな。また音楽の質問だけど。ツイッターネームメロン860さんから質問です。音楽を作るときに重要な点とかありますか次回も楽しみにしてますね。ってことで。うん なんと3が曲作りで大切にしてること、うん、みたいなのってあるあ<ー>結構広いかもしれない曲作りで大切にしてる子もちろんそのメロディーとかさ、うん、歌詞の音ハメとかまあもちろん大切にはしてるけど、うん、そのほかで言うとやっぱりさっきも言ったけど面白い音を使うと心がけてるのはな、はい、逆に手動とはなんか別で使ったことない音をガンガン使っていこうっていうのがあってもう、はい、丸々違う音を使うとかも 一つなんかできれば、うん、まあそれに沿った曲とかも全然作れるんだけど、うん、まあそれを狙ってやるのももちろんまあいいと思うんやけどできるだけそれに沿わずにもう全く別のものを作りたいっていうのがあって「ジャンキー」と「ビーバー」って曲があるんやけどそれは結構世界観とかも似てるんやけどね、うん、確かに,、ね、確かにまあそれ以降の曲とかは結構。 ガラッと変えていこうと思ってるんで、うん、まあ皆さんもちょっと楽しみにしといてください、うん、えっじゃあ今後出る曲とかでまたガラッと変わる、うん、う結構変えてるってかほとんど変えてるな、うん、すごいな、うん、これまでのイメージをまたガラッとまあそれが、うん、なんかいいのか悪いのかは分からんけど自分的にはそうガラッと変えたいなっていうのがあって毎回そやっぱ作って俺もちょっと作るから思うけどさ、うん、その怖くないのそれは 怖めちゃくちゃ怖いめちゃくちゃ怖いめちゃくちゃ怖いけどそこでちょっとテンプレに頼ってまう方が怖くてなるほどな確かになどっちもそうだよなどっちもいいとこも悪いとこもある同じことばっかしちゃってた自分まあ自分の中でな周りにしはどうか分かるけどばっかしちゃうと成長できない気がしててそうだねだからもう毎回それを全部壊してでも新しいもの作ろうっていう。 気持ちでおるな。かっけえな。まあ、そここだわりであるんだ。うん、そこプラスそのアレンジとかで言うと、二、うんうん、番のアレンジとかも結構変えるようにしてて。一曲の中で。うん一曲の中でもっていうのは最近意識してるかな。最近で言うとさアドさんのエディメイドっていう曲もさ、うんうんうん、もう二番でスイッチング。もう二番でガラッとも変えようっていうあれはまあアドさんの声。うん と合わせたみたいなところもあるんやけどアンさんの声が結構変わるからそれに負けないアレンジをしようということもあるんやけどはい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 そこでガラッと変えるれは結果相乗効果でいい感じになってお互い変えてくるみたいなすげえ好きな部分がだからそあの8ビット超理映像がなるやつそうそうそうあれ安達さんの映像までなんかすげえなって思ってああなるほどそうくるのかっていうか普通のアレンジじゃない やりたくて、うん、あれ結構ジャズ調の曲やけど途中からゲームサウンドっぽくなってちょっとダンスミュージックのあのダブステっぽいサウンドになってっていうアレンジをわかるわかるふっとい先生がってそういうちょっと、うん、遊び心あるアレンジがしたいなっていうのも心がけてるな、うん、なるほどねめちゃめちゃ確かに聞いてて思うな、うん 面白いもんなそう。それがインストで聴いても面白い曲を作りたくて。うんはい、はい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 。歌なし。でもな。いいインストはインストでちゃんと面白いっていう曲を目指してるかな。うん、なるほどですね。非常にわかりやすいというか、<laughs> 面白いなと思った感じです。いいそろそろあれだまとめに入ってもいいかな。そろそろ。質問もある程度めたので。うん、えっとじゃあ今後の3の目標とか予定とか告知情報とかなんか今後、ね、あれば。 2>, 2月の後半にいろいろ出ますと,いうとしか言えないです、うん。おもう2月22だけど。2>, <laughs> 2月22だけど後半,後半にかけて割といろいろ出ます。うんうん、なのでなるほど、ね、ちょっとツイッターで情報とかを出すんで、まあ、そこチェックしてくださいとしか今は言えないですね。うん、なるほどねちょっとお楽しみにさっき俺はちらっと聞いたけどお楽しみにって感じだね。あとはあの3月3日、うんうん はもちろん、もちろんなんかするんで、うん。3月3日。それもちろんもう何もしないってことはないんで。3周年 ?3 周年、周年そうそうそう。3周年の、あの、3月3日の令和3年っていう、ここを逃せばいつやるのやっていうタイミングなんでな。今回のラジオも3回目だよな。非常に3にめぐれてれてるれてんな。 らそれとちょっと個人的なあれでまあ申し訳ないけど、うんうん、最近 TikTok を始めて、うん、<laughs> 別に言ってないねんけどあんまり、うん、<laughs> まあ基本弾き語りで歌を歌っていこうかなと思ってるんでまあよければ見てください、うんうん、えー、俺も見よう、うん、な,んかなんか今後の目標とかってある今年のこれやりたいなみたいな目標がね、うん、まあ一応あるんよ、うん 言える範囲で言うとボーカロボーカロって何ボーカロボーカロイド以外のその表現の仕方自分の音楽の表現の仕方を今年はいろいろ広くやっていきたいなと思っててなるほどね、うん、まあボーカロイドだけにこだわらずいろんな方法で、うんまあ、ボーカロはボカロでそれ以外も、うん、それ以外もいろんなことをできればなっていういろんな形で届け入れればなっていうはははいはいはいかな めっちゃいいねそれが3の曲は特にそれが合いそうじゃんいろんな表現がああそうかなそのボカロ版もいいしカバーして歌ってみたとかもめちゃめちゃやっぱ回ってるのあるしさていうのを考えるとやっぱ楽しみ今年も自分の歌も出していこうかな自分で歌ってるやつもいろいろ出していこうかなっていうのはあるかなそんないっちゃっていいのそれはいいかなああそれもありがていなあそありがてえああの TikTok で弾き語りとかも初めてやけどなるほどなるほど これは、交互期待という感じじゃないですか。ちょっとお楽しみに。ぜひチェックしてください。ぜひぜひ。そんな感じかなそれで言うと。はい、あ、えっと、あとこれはもう、もう、なんつうの、質問とか終わりだけど、最後に一個、うん、俺、ちょっと3にお願いしたいことがあって、ああうん、その、これ番組始めたはいいんだけど、うん、その、お決まりの挨拶みたいなのが全くなくて、<laughs> <laughs> で、俺、3が開発した言葉だから、俺、3の許可得ないと使えないなと思ったんだけど、 おつ D って言葉がありまして。あれえあれ俺やったっけいや、あれ3だよ、あれ。全然覚えてない。ドリーマーズを組んでた時に使ってた、その、お疲れ様の仮に、おつ D って、ひらがなでおつ D を。いおつ D よ。おつ D、俺が言あれをちょっとさ、そうそうそう。あれ、マルシーが3だからさ、可使ってもいいですかあ、全然、全然フリーですよ。あ、やった。で、ちょっとこの番組で、ガンガン使っていけたらなと。じゃあ、まあ。 うん、そろそろかなこんな感じでかなりいろんな話が聞けたんじゃないでしょうか、はい、お二人も読めてマジでありがとう本当急に来てもらっていえいえすごく助かりましたまたね33人目のゲストで。うんうん 3回に1回来るっていうもう順レギュラー化しちゃうそれでも大丈夫やからありがてえちょっとまたこんな感じであの喋れたらなと思すね。またんか落ち着いたら飲み1個普通にね普段のノリに持っていっ じゃあそんな感じでえ今回のゲストはスリーでした、はい、最後までありがとうございました、はい、ありがとうございますあじゃあ最後におつ D で締めてもいいですかせーのでいくせーのでいこう okay, オッケーいくよ <Okay. S 1> せのおつ D 手動の孤独なラジオは早くもお別れの時間になってしまいました。番組では皆様のお便りをお待ちしております。感想や質問などはツイッターでハッシュタグ、シャープ、手動ラジオとつけてツイートするか、この動画のコメント欄にお書きください。次回の更新予定は3月19日です。さあ、ゲスト会ということで3来てくれたんですけども、いかがでしょうかなんか盛り上がっちゃって、収録後も、えー、と2、3時間くらい LINE 通話を引き続きしちゃって、えー、本当に楽しかったですね。もう改めて本当に、まあ友達とはいえ本当にありがとう来てくれて、またぜひ来てくださいっていう感じですね。えー、まあこんな感じでテキテキ にゲスト会できたら楽しいなと思っておりますので、えー、やっていけたらなと思いますもうちょっと今回は尺が長くなったのでここら辺でもう終わりたいと思います、えー、それではまた次回お会いしましょうお相手はシュでしたあ、ここでじゃあちゃんと許可を得たのを使うぜおつり